ヒメアブラススキキャプリピーディアムパービフロレムは、イネカの草本の一つ。秋にまばらに広がる穂をつける。ヒメアブラススキは、アブラススキよりずっと華奢な植物で、穂の色合いなどに似たところはあるが、穂が、はるかにまばらに広がるので、見た目でもはっきりと異なる。細い柄の先にコボがまとまってつく姿は得意とも、言える。草原に生えるが道端に群落をつくって出現する、ことも多い。 多年生の草本。茎は根本でよく分子し、直立するかやや斜め横に向かう。節には細い、柔らかな毛が立つように多数生えている。葉の基部は鞘となり、普通は無毛だが毛があることもある。先端の葉心は扁平で、長さ8から20センチメートル、基部の端端は1ミリメートル以下。果樹は茎の先端から伸び、塩水果樹をなす。 カジョの長さは7から15センチメートルで、花方の枝は、輪生状に出て、往々に2から3回分子する。先端の柄は細くて、糸状となり、その先に数個のコボをまとめて付ける。この部分をフサと言い、長さは1センチメートル未満で光沢があって、紫褐色を帯び、中心の軸には数個の節がある。コボは、夕柄の第一コボと、 無柄の第二子母が一つずつの体を成して生じる。過剰の一部日本では、本州の関東異勢から琉球列島、小笠原諸島まで見られ、国外では中国、台湾、インド、オーストラリアに分布する。丘陵地や草原に生え、やや乾いた日向に出現する。小さな集団を作ることが多い。同族には、東アジアからインド、インドネシア、 オーストラリアにかけて20種余りがある。日本にはもう一種、琉球ヒメアブラスツキシースプイセジェラムが沖縄から知られ、この種は草を構成するコボの数がずっと多い。なお、以前には、本種はモンツキガヤ族ボスリアクロアとされたこともある。キバほか、P131 以下、種として、長田、P710、北村ほか、P384 サタケほか、 P92 初島 P705 ありがとうございます。